チャンネル登録お願いします。こんにちは、ゆかりです。はい、今回はニコン F で撮影をしてきました。そのお話したいと思います。チョイスしたレンズは、ニコール 55mmF2.8 マイクロ です。まあ、ニッコンさんのレンズはいくつか実は持ってはいるんですけれども、どれもね、解像度が高く、シャープな写りだなっていう印象なんですが、その中でもさらにこの子はそういう印象を受けるんですね。はい。で、今回この子をチョイスした理由は、まあ、55mm だからっていうのがあります。55mm ってね、まあ、自分のね、この見た目の画角ですよね。それに近いものがある。気持ちね、ブームになっちゃうんですけどね。まあ、望遠と言いましょうか。はい。なので、撮影するときも、あそこの景色がいいな、構えて撮るっていうことがやりやすいっていうね、利点があるのかなと思います。ピント合わせにね、集中できる感じありますよね。あとは、やっぱりマイクロ。これがいいと思うんですね。はい。このマイクロだからこそ、近づいてこれる。はい。これ大きくていいなって。なので、街中でね、撮影する際にも、55mm っていう範囲だと、自分のね、見た目の画角とそう変わらないので、結構撮りやすく、しかも、ね、お花とか、小さなお花とか咲いていれば、それをマクロで撮れるっていう、すごく使い勝手がいいレンズだなって思っています。なので、今回ね、チョイスをしたんですよ。はい。で、フィルムはこの子ですね。コダックゴールド200。この子を、はい、使いました。で、仕上がってきたんですけれども、あらら、今回は露出を単体露出計に頼ってみました。で、日がね、出たり陰ったりが結構激しくて、ちょっと露出ちょっと失敗しちゃったかなって感じですね、今回ね。ちょっとね、細かく、あれですね。本当に自分の見た目の体感露出もそうですし、あと単体露出系の入射公式でね、今回測ったんですけれども、それもこまめに測るようにしながら撮影しないと、あれですね。ちょっと微妙だったかな、今回はっていうところですね。特に日陰の撮影、なかなかちょっとうまくいかなかったかな。はい。そんなところで写真を見ていただきたいと思います。今まで、もう何度となく、もう何十回と言っている諏訪大社、神社だったんですけれども、なんとベンチがあることに今頃気がつきました。うん、で、この辺のね、質感ですね。なんとなくこう、光がわーっと当たっていて、素敵だなと思ったので、撮影をしたのですが、この背景の処理が、とてつもなく微妙だということに、今、気がつきました。これしゃがんで、一応目線を低くして撮影をしてるんですが、これだったら、上から、ね、撮った方が良かった。のかな、それともなんかいい方法があったのか、
このぐらいアップで撮った方が良かったのかな、それともっていう。ここにね、柱じゃなくて、木ですかね。木なのか、これ電柱のね、ものなのかちょっと分かってないんですが、これがすごく目が行くのと、あとこの白い空間に目が行ってしまうので、せっかくこの苔むしたこの手前のこの石がね、入れたくて、しゃがんで撮影をしたんですが、実はちょっと微妙だったなと今感じています。まだこのくらい、こんな感じの方がいい。微妙ですね。いっそのこと縦に切る。で、まあでもね、切っちゃうのもちょっとおかしいですもんね。ちょっとまた次回リベンジしたいなと思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい。いつもね、被写体になってくれている狛犬さんですね。やっぱりこの質感がすごいですね。このニコンのレンズならではというふうに私は思っていますが、この浮き出てくる感じ、本当に素晴らしいなと思います。もう気持ちいいですかね。構図的にはこのくらいの方が、このくらいの方が、ちょっとどっしりして、ね、見えたのかな、とも思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい。池っていう言い方でいいと思うんですけれども、こういう水のね、ところがあって、これはサギでしょうかね。サギが水をこう吐いているっていう、ここに亀さんがいてね、なんていう、こういうところがあるんですが、これ行けるところギリギリですね、手前まで出て撮影をしています。で、レンズが55ミリということで、本当だったら、こんな感じ。ちょっと広。もうちょっと狭いか。こんな感じで撮影をするべきだったか。本当はもっと上からにして、ここですね。こっから上、切りたかったですね。こんな感じでしょうかね。これでもうちょっと下が入って、っていう感じでしょうかね。このね、フェンスがね、寂しいですよね。まあ、人工物が入ってしまうのは仕方がないことなので、どうしようもないんですが、もしこれがフェンスがなくてね、この普通の石のやつだったら、だけだったらね、もう少しこうシンプルにまとまったのかなと思います。露出もちょっとこれ、あれですかね。ただあんまりアンダーにしちゃうと、私このね、サギさんたち、サギですよね、きっとね、ここが言いたかったので、あんまり暗くしちゃうと、ねえ、まあ、このぐらい、このぐらいですよね。ちょっとこの明るいこちらに目がいってしまうので、微妙ですね。いっそのこと、スクエア。この方が、なんかある意味いいのかな。ちょっと二眼レフカメラで撮った風、66で撮った風みたいな。こんな感じでもいいのかな。やっぱこの、ちょっと広めにして、この水の落ちたこの波紋を少し入れてみる。そうするとこれだと入らないですよね。んな感じの方がいいですかね。あ、これだったらいいかもしれない。一番良さそうですかね、こちらがね。はい。ここに、私なりに主人公はこの子たちなので、この子がいて、
この子から出たこの水の波紋が丸くこういく感じですね。これがいい感じかな。というところで、他にも撮影した写真20枚強あるんですけれども、そちらをこれからも見ていただきたいと思います。